動物たちの可愛い映像をお届けするアニマルアニマルウィークリー。今回は常盤動物園にお邪魔しました。長い手足と尻尾が特徴のジェフロイクモザルをご紹介します。クモザルの特徴はやっぱり手足の長さや尻尾の長さかなと思います。長い尻尾は特に5本目の手足と呼ばれているぐらいすごく器用で力も強いので、そこが一番特徴かなと思います。手足の長さとか手足、その長い手足で動いているところが、虫の雲みたいに見えることからクモザルという名前がついているようです。ジェフロイクモザルは中米の熱帯雨林に生息し、主に果実や木の葉を食べる動物です。木の高いところで生活するジェフロイクモザル、木にぶら下がることに特化したある特徴があるんです。ジェフロイクモザルの手は親指がないっていう4本指しかない手になってまして、その分細かいものをつかむのはそこまで得意ではないんですけれど、指が長くて手のひらが長いっていう、結構枝に引っ掛けやすいような形になってます。なるほど。5本目の手足とも言われている尻尾、常にどこかに巻きつけて移動しているそうです。ああ、体重支えられる。クモザルの尻尾の先っちょの内側がだけ毛が生えてない部分がありまして、尾紋といって尾っぽの文様と書くんですけど、そこが枝とかを握るときにグリップになって物を掴んだり枝からぶら下がったりすることができるようになってます。実は常盤動物園のジェフロイクモザル、カピバラと同じエリアで生活しているんです。水辺で生活するカピバラと木の上で生活するクモザル、食べるものも生活の仕方も違うので喧嘩することなく共同生活を送っているそうですよ。最後に飼育員さんにジェフロイクモザルの可愛いと思うポイントを聞いてみました。結構頭のいいお猿さんなので、表情が豊かというか動きにすごい個性が見られたりとかしていつも見ていて見飽きないなと思います。長い尻尾と手足を使って木から木へ移動するジェフロイクモザル、雲のようなその姿をぜひその目で確かめてみてください。